はようございます。おはようございます。近い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 。ちょっと近いな。どこ撮ってんの？どこ？組織軍バンホレ興奮慣れましたか？先輩のおかげで。まあまあまあ、俺がバンホールのノウハウを教えちゃってますうちから。例えば何ですか？例えますか？代表的な例ください。バンホールの代表的な例ですか？何を組織君に教え込みましたか、まず。そうだな。何教えたっけ俺。特に何も教わってない。おい。まあでも山梨のね、子供おるから、お父さん2人とも、はい、公園とかそういう話をしましたよ、山梨で。美味しいご飯で。ああ、ご飯で、ね、はい。じゃあとしき君覚えた山梨の公園を教えてください。いやもう一択ドラゴンパークもう山梨フリークですね、それは。もうとりあえず息子を2人連れていかないとと、はい、帰ったら帰ったらパパします。ドラゴンパークから見る富士山は眺めいいですよ。マジか、意識してなかった。それはちょっと親の楽しみができました。まあ岡西さん家から見える富士山もすごい絶景だと噂ですけど。建物がいっぱいあって見えるんだよ。低いから見えないんですよ。え、低いから見えないのよ。それいいっすよ。もうめちゃくちゃ嘘ついてます。ちょっとチェックしに行きます。タワーマンとかに住んでたら見えるけど、それ嘘ついたらじゃあ公共の場で嘘ついて、もう安易にネットで晒してますからね。見えないのよ、もうさ。あの人本当は見えんのに嘘ついてるよって。マジで富士山慣れるからね、絶対に。見慣れますよ。2年、うん、3年 ?3 年おりゃ慣れるっすかね、富士山。まあ多分、1年目とかだと、あの、韮崎の帰り中央公園から降りてきた時。いや、朝も綺麗ですね、韮崎20号走ってる時。あれは確かに俺今でも好きっすわ。やっぱ朝一の家から見る富士山が綺麗ってことで。今だから見えないよ。絶景って自慢してました。目の前に一軒家がドーンなんだ。見えないね、見たいねんけど、なかなか火が入ってけへんのよ。俺でもあの関東から中央道で甲府入ってく時のあの、あ、綺麗ね、景色がやばいっす。ああの勝沼あたりね、夜景。はい、わかるわかる。結構日中に行くと南アルプス、はい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 、そこら辺がドーンってなるじゃないですか。あれ、清水の時にヒデとも話して、あれやばいですよねみたいな。絶景、はい、あれはやばい。あれちょっと山梨帰ってきた感じ出るな。それすげえわかる。わかります、わかります。大阪から帰ってくる時のあの何やろ、小淵沢越えたあたりからもあの山梨帰ってきた。いや、もうちょっとやな、中央道。ちょっとしたらぐらいやな。岡西さん、まあ10年目なのであんまり山梨フリークじゃない疑惑出てます。いや、待ってください、FS、高校入れたら俺もう12年っすよ。あ、そうだ、大阪と一緒で FS。 いや、大阪と一緒で実は FS じゃない、関西弁だったって。学んで、9年間学んで帰ってきた。違う違う違う、学んでないんだよ。身に染みたんだよ、もう大阪は。生まれ故郷やから。教科書あるって。いやいやいや、あれが覚えよう関西弁だよね。覚えよう関西弁。バイブルだね、完全に岡西さんの。それ常にトラベルバッグに1個入れといて。覚えよう関西弁。なんでやねん。タイミング間を空けると。良平くん今学んでっかな。良平くん、はい、え、エセ関西人になってる。エセ関西人にエセ関西弁を教わってる。いや、それダメじゃないですか、一番。エセちゃうのよ、あれ。純血なんやけど、しっかり。純血？生粋の八尾市出身。大阪と兵庫のハーフです。おー。けど一番長く住んでるのは山梨。なんでやねん。甲府市。甲府市が一番長い。じゃあ、としきくんもいっぱい岡西くんに山梨のことを教わってください、はい、今日も頑張りましょう、はい、頑張ります頑張ります。はい、
ボール読んでこうぜ。オッケー、じゃあ行こう。突破させる。パス1本で入れてこう。ディーラーしたい、仲いい。